ムーンビーチムーンビーチとは、沖縄県国神郡女村あざまへ、かねく1203に位置する海水浴場。隣接するホテルを指して称する場合もある。沖縄県の西海岸沿いでは、数少ない自然の海水浴場である。2006年に環境省が制定する海水浴場100選にも選ばれている。環境省の評価によると、美しい水辺、清らかな水辺、 安らげる、水辺の三つのポイントで五つ星の評価となっている。毎年4月1日から10月末まで遊泳が可能。ホテルムーンビーチのプライベートビーチであるが、宿泊客以外でも施設利用料及び駐車料を支払うことによって利用が可能である。ムーンビーチの名は、砂浜の地形が三日月型になっていることから名付けられた。1957年に、 月の浜海水浴場として営業が開始。中流のアメリカ軍により有料海水浴場として認可を受けた。沖縄国際海洋博覧会が開催された1975年にホテルが建設されプライベートビーチとなった。沖合にホテルが所有するナップ島という無人島があり、ホテル発のクルーズツアーなどがある。沖縄国際海洋博覧会に合わせ1975年に オープンした。沖縄では、老舗のリゾートホテルである。株式会社ムーンビーチが運営を行っていたが、2001年に、親会社であった国馬組が、経営不振のために、オリオンビール、沖縄電力、琉球銀行、沖縄銀行、沖縄開放銀行などが出資した新会社、ムーンホテルズリゾーツ株式会社が設立され、運営されている。2003年から、 阪神タイガースの春キャンプの際に宿舎としても利用されている。ホテルムーンビーチの建物の一部が全く別会社である株式、会社ムーンビーチパレスホテルが運営するホテルとなっている。3階にフロントがある。これは1975年のホテルムーンビーチのオープンとともに分譲された部屋がホテルとして経営されているためである。ありがとうございます。